ピョートル・ニコラエビチは、ロシア帝国の皇族、ニコライ一世の孫息子の一人で、ロシア大公の称号を有した。1864年1月10日、ニコライ大公とアレクサンドラ大公妃の次男として、サンクトペテルブルクに生まれる。成長後は、ロシア帝国陸軍に中尉として入隊した。1907年、ピョートルの兄、ニコライ・ニコラエビチ大公と、 妻ミリツァ・ニコライエブナの妹アナスタシアが結婚した。ニコライ夫妻とピョートル夫妻は20世紀初頭のロシア宮廷で非常に大きな影響力を振るった。二組の夫婦は黒い家族というあだ名をつけられ、オカルトに熱中していた。彼らは最初、フィリップ・バショというスイス人の偽神秘家をニコライ二世とアレクサンドラ皇后に紹介し、ついで、 ロシア人納付上がりのグリゴリー・ラス・プーチンを紹介した。皇帝の義理の甥いであるフェリックス・ユスポフは、ピョートルとミリサ、アナスタシア姉妹を邪悪な権力の中心と呼んでいた。こうした見方は徐々にロシア宮廷中に浸透していった。マリア皇太后は、ニコライ、ピョートルとその妻たちが宮廷を牛耳るため、ノイローゼ気味のアレクサンドラのもとに、ラス・プーチンを送り込んだと信じていた。 しかし、1914年までに、アレクサンドラ本人も彼らを黒い家族と呼ぶようになり、彼らに操られていると意識し始めた。ピョートル夫妻とニコライ夫妻は、ロシア革命後に、イギリス戦艦マールバラに乗って、ロシアを脱出し、南フランスに亡命した。ピョートルは1931年に、アンティーブで死去し、妻ミリツァは1951年に、 エジプトのアレクサンドリアで死去した。1889年7月26日、モンテネグロ国王ニコラ一イ世イの娘ミリツァと結婚し、4人の子女を設けた。ありがとうございます。